ねえねえ、マリサ。昔活躍していた俳優さんは、その後は何をしているのかしら？突然だな、霊夢。それは人によって様々だろう。それはそうかもしれないけど、今の俳優さんと昭和の俳優さんで、その後のあり方とか変わるのかなって、ちょっと思ったのよね。なるほど。昭和はテレビという画期的なものが、普及し始めたからな。そこに出ていた役者さんは、とても特別な存在だっただろうな。そうよね、昭和のスターがどんな現在を送っているか教えてよ。もちろんだぜ。じゃあ霊夢が大好きな特撮から見ていくか。いいよね、作品は何かしら？ウルトラマン、の始まるきっかけとなった、ウルトラQ、だぜ。そういえばまだ見たことないわ。今回は、昭和の名作ウルトラQ出演者の現在、についてあらすじや豆知識も一緒に、紹介してやるぜ。気が利くわね、ぜひ頼むわ。まず、ウルトラQ のあらすじについて説明してやろう。怪獣をヒーローのウルトラマンが倒すというものじゃないの？当初は違ったんだぜ。最初は3人の主人公が不可思議な事件に遭遇するという特撮 SF ドラマだったんだぜ。ウルトラマンのイメージとは少し違うわね。みんなが知るウルトラマンになったのは途中から怪獣を中心としたドラマに路線変更した後の話なんだぜ。知らなかったわ。結構思い切ったわね。当時は映画以外で怪獣を見られるというだけでかなりの注目があった。もちろん視聴率もかなり高く大成功。この時代の象徴的な作品になるんだ。役者の皆さんはどんな方がいるのかしら？まず主人公の3人を紹介するぜ。万城目順、戸川一平、江戸川百合子だ。この3人がいろんなことに遭遇するのね。そうだぜ。全28話も放送をしたんだ。そしてその内容も今では想像もつかない衝撃の連続だったんだ。気になるわね。第1話のゴメスを倒せや第25話悪魔っ子などは特に印象的だったな。ストーリーも紹介したいが、今回はキャスト紹介を重視したいので説明を省くぜ。そこまで言っておいてずるいわ。自分で調べるしかないわね。とにかくすごい作品のウルトラQに世間は注目したんだ。それから後番組にウルトラマンになり、どんどん有名になっていくぜ。テレビで見る怪獣に大人も子供も盛り上がったわけね。撮影方法も画期的なものだった。高低差や怪獣の大きさにこだわり、よりリアリティを再現したぜ。登場人物は話数を重ねるごとに増えていくんだが、1966年だから今では役者として活動している人は少ないぜ。そうよね。50年以上前だものね。そんな中でもまずは活動中の役者から紹介するぜ。今でも活動しているなんてすごいわ。まずはウルトラQを語る上では外せない、ナレーション役の石坂浩二さんだぜ。どんなナレーションをしていたの？ウルトラQは怪獣の迫力なんかに注目されがちだが、見た人に衝撃を与えたのが石坂さんのナレーションだ。口調はまるで、ドキュメンタリー番組の口調で淡々と事実を述べるような感じだ。そうなの？それは番組に合っているのかしら？もちろんだ。怪獣同士が戦い、命と引き換えに相手を倒すシーンが、あるのだが、そこには怪獣の墓が立ったなどの言葉で話が終わるんだぜ。本当に事実だけを述べているわ。今の特撮なんかでは考えられないわね。石坂さんはウルトラQの監督から、ナレーションに抜擢され、視聴者に衝撃を与えるという監督の期待に応えたんだぜ。実力者だったのね。今は何をされているのかしら？今は80を超えているが、幅広く活動している。役者の活動ももちろんだが、鑑定士や作詞、本も出版しているな。本当に幅広いわね。作詞もしているのね。ああ、昭和にビリーバンバンの、さよならをするために、や、沢田研二の曲など、他にも数々担当している。才能の塊なのね。これからも活動に期待ね。次は工藤健太郎さんだ。何を演じた人かしら？工藤さんは第26話、燃えろ栄光の、ダイナマイト女王を演じたぜ。1941年生まれで、役者の養成所時代はなかなかデビューに苦しんでいた。しかし1962年、映画会社、大映との専属契約を結び、1964年にデビュー。大人気役者となったんだぜ。そこから2年後のウルトラQに出るのね。出演作品もかなりの数あり、多忙な中での1981年のこと、蜘蛛膜下出血の発症が確認され、大規模な手術を受けることになるぜ。容体は大丈夫だったのかしら？ああ、手術の半年後には復帰をして、その後も活躍しているぞ。よかったわ。今は役者以外で活動しているのかしら？飲食店の経営や、小説家など、こちらも幅広く活動中だぜ。多彩な方が多いわね。羨ましいわ。
さて、一応調べた中では、役者として活動中のキャストさんは以上だぜ。長年続けているなんてすごいことね。ここからは現役引退をしているキャストを紹介するぜ。わかったわ。引退後に何をしているか気になるわね。一人目は、若林英子さんだぜ。生まれは1939年、ウルトラ Q では、第9話、雲男爵、の強子で出演したぜ。女性の方ね。どんな人なのかしら？彼女は見た目通り見た目が美しく、友人と軽い気持ちでオーディションを受け、結果は落選だったが、その後東宝に声をかけられデビューするんだぜ。すごいわね。よっぽどの美しさだったのかしら？若林さんの美しさは日本に止まらず、海外でもかなり人気になったんだぜ。イタリアの映画や、ドイツ映画に出て、アクションなどもこなす、バリバリの活躍を見せたんだぜ。綺麗な上に何でもできたのね。その後は1972年に引退し、結婚などの詳しい情報はわからないが、イベントなどに参加しており、ファンへの健在をアピールしているぜ。綺麗な顔立ちは今でも、独特の雰囲気がありそうね。次は辻沢敏さんだぜ。第15話、カネボンの眉、にて、金田カネを演じたぜ。当時11歳にしてウルトラ Q に出演だぜ。デビュー作がウルトラ Q だったのかしら？そうだぜ。劇団にて出演依頼をもらい、写真審査の際の笑顔が決め手だったんだ。印象的な笑顔だったのね。ああ、カネボンを演じた辻沢さんは、演技も良かったんだが問題もあった。どんな問題かしら？カネボンの印象が強くなりすぎて、出演作品がないまま子役を引退するぜ。そうなのね。ウルトラ Q の影響力が大きかったのね。その後は海上自衛隊に入り、教官になった際は、カネボン教官、などと呼ばれていたそうだ。それはユニークね、親しまれていた証だわ。その後2011年に定年退官。現在は保険関係の仕事をしているようだ。かなり真面目なイメージができたわね。どんどん行くぞ。次は田原久子さんだ。第24話、甲賀の像、にて、アリーン、ニャンミンを演じたぞ。元劇団俳優座、劇団四季に所属していたかなりの実力俳優だぜ。どっちも有名なところね。映画の全盛期から衰退期に至るまで、様々な場所に出演したんだ。ウルトラ Q にはゲスト出演し、1970年に、アラスナ雪、に改名。その後は持ち前の演技力で、色気のある女性を演じることが多かったな。色気のある人、私大好きよ。しかし1988年を最後に現役を引退。現在の情報は見つからなかったぜ。残念だわ。わかる人はコメントで教えてほしいわね。次に紹介するのは坂部のり子さんだ。見ていた人はトラウマを受けたであろう。第25話、悪魔っ子、にて、リリーを演じたぜ。トラウマ？どんな内容の話なのかしら？一言で言うとかなりホラーだぜ。幽体離脱のようなものを題材に、欲しいものを手に入れる子供の無邪気さが伴ってとても不気味だった。怖いもの見たさで、興味が出てきちゃうわ。当時の坂部さんの年齢はわからないが、おそらく小学生低学年くらいで、リリー役を熱演。見ていた人たちは恐怖したぜ。その後は1964年の映画を最後に、芸能界を引退しているぜ。その後の詳細は不明だな。どこかでのんびり暮らしているのかしら。ねえマリサ、主人公の3人を早く紹介してよ。やっぱり主人公が一番気になるわ。いいだろう。ではここからはウルトラ Q で、主人公を演じたキャストを順番に紹介していくぜ。待ってました。一人目は、江戸川百合子を演じた桜井広子さんだぜ。生まれは1946年、好奇心旺盛な江戸川を演じ、その後も役者活動を続けたぜ。どんな作品に出たのかしら？言い始めたらキリがないが、ウルトラマンシリーズも多数出演。その他にも必殺仕事人や、火曜サスペンス劇場などあるぞ。有名な作品ばかりね。特にウルトラ Q に出演から、つぶらやプロダクションに残り、ウルトラマンに関しては、スペシャリストな女性と言えるぜ。ウルトラ Q から主人公で出て、まさに時代を築いた人ね。現在は女優としての活動は少し減ったが、YouTube で動画配信や、当時の出演者との会話を配信など、積極的に活動しているんだぜ。今でも出演者同士、仲が良いのはとても素敵ね。長年交友関係にあったと思うと、かなりほっこりするわ。わかるぜ。昭和のテレビ業界を盛り上げ、積もる話もたくさんあるだろうな。気になる人はぜひ、桜井さんのチャンネルをチェックしてみてくれ。今だから話せることもありそうね。続いては、戸川一平を演じた、西条康彦さんだ。西条さんも、つぶらやプロダクションにて、数々の作品に出演したぜ。
やっぱりウルトラ Q で主人公をした人って、レジェンド感半端ないわね。そうだな。西城さんの芝居は、脇役が多いながらも、かなり、多くの名演技をした印象だな。こちらもウルトラマン作品の常連だぜ。現在は何をしているのかしら？現在もご健在で、隠遁生活をエンジョイしているようだぜ。しかし先ほど紹介した桜井さんと共に、インタビューに答えたりなど、まだまだお元気な様子だぜ。いいわね、私も世間を離れて隠遁生活したいわ。それならそれなりの頑張りをしてから、言ってくれ。ひどいわ。さて、主人公3人のうち最後は、万城目順を演じた佐原健二さんだぜ。主人公の中でも SF 作家のパイロットとして、様々な事件に巻き込まれる中心的存在だな。最後の最後にメインの主人公を持ってくるのね。まあお楽しみは後の方がいいと思ってな。佐原さんについて詳しく紹介するぜ。佐原健二さん、本名加藤正義さんは1932年生まれだぜ。佐原さんは1953年に行われた、ミスター平凡コンテスト、で、準優勝したことで、芸能界にデビューするんだぜ。準優勝のあたり、真の平凡って感じね。そこから数々の作品に出演し、ウルトラ Q の主人公に抜擢。他にも、ゴジラシリーズ、東宝特撮シリーズの常連でもあり、当時の撮影秘話などは、ファンからも人気が高く現在でも唯一無二の存在として、多くのトークショーや、テレビ出演もしているんだぜ。撮影秘話とかすごく面白そうね。調べると多くの面白い秘話や、撮影の様子が出てくるのでおすすめだぜ。次回作の予定はないが、現在90歳を超えてもご健在なので、今後の活動にも注目だな。後でたくさんの秘話を調べるわ。さて、これまでは活動中や引退されたキャストを紹介したが、ここからはウルトラ Q に出演したが、現在は亡くなったキャストを紹介するぜ。かなり前の作品なので、多くの方が現在では亡くなってしまったが、ウルトラ Q に多大な貢献を果たした欠かせない存在だったんだぜ。そうよね。こういう場だからこそ、しっかり紹介してほしいわ。それでは始めるぞ。一人目は一ノ谷博士を演じた、江川ウレオさんだ。怪事件を解決するべく、主人公3人に力を貸した研究所の所長だぜ。コナンでいう若狭博士的なポジションね。江川さんはドイツ人の父と日本人の母を持つハーフで、本名はウィリー・メラー。その後に江川ウレオになる。芸名はここから来ているんだぜ。ウィリー・メラーってすごいかっこいい名前ね。顔立ちも整っていて羨ましいわ。活動は俳優、脚本家、映画監督など、幅広く行っていたんだぜ。しかし1970年に68歳で亡くなるぜ。ウルトラ Q の時には64歳だったのね。ご冥福をお祈りするわ。次は田島義文さんだ。ウルトラ Q にて関デスクを演じたぜ。どんな役だったのかしら？関デスクは報道に誇りを持つ、毎日新報社会部の社員だぜ。田島さん自身も役柄については、その場で燃え尽きるようなタイプで、1980年のインタビューを受けた際には、出演したことも覚えていない、などのコメントを残している。没頭していたってことかしら？別の次元にいる感じね。そして2009年に食道癌で死去。91歳だったぜ。燃え尽きるような演技、影響を受けた役者さんも多そうね。次は相馬記者役の加藤春也さんだ。1928年生まれだぜ。1950年、雪婦人 S でデビュー。気弱な役やコミカルな役が多かったぜ。相馬記者も小心者で、関デスクと同じ毎日新報の社会部記者で、怪事件の調査は失敗続きだったんだ。小心者らしいわね。俳優を引退された後の詳細は、詳しくはわからないんだぜ。もし知っている人がいたら、コメントで教えてほしいんだぜ。そして2015年頃に他界されたぜ。芸能界を離れてからの詳細が気になるところね。次はまたまた毎日新報の役だぜ。杉本カメラマン役の宇野浩二さんだぜ。先ほど紹介した相馬記者とコンビで、行動を一緒にしたぜ。小心者の記者と仲良しなのね。宇野さんは1948年に、黒澤明監督の映画にて映画デビューするぜ。その後はダンス講師、日本舞踊などの活動をし、平成になっても、ドラマや CM にて活躍していたんだぜ。お芝居も上手でダンスもできちゃうなんて、モテモテだったでしょうね。顔立ちも整っていて、面長なイケメンだからな。霊夢と違ってモテていただろう。私は伸びしろの塊なのよ。宇野さんはその後も役者として復帰するも、2003年、79歳で亡くなるぜ。最後まで出演を重ねた宇野さんに、プロ意識を感じるわね。次に行くぜ。続いては石川進さんだぜ。演じた役は第10話、
地底超特急西へ、の、西岡主任だぜ。石川さんは初めは役者ではなく、1958年に、ダニー・イーダとパラダイス・キング、にて歌手として人気を博し、世間にその存在を知らしめるぜ。役者の方って、本当に多彩な方が多いわよね。その後は俳優、声優と幅広く活動。その後ウルトラ Q にも出演し、さらにその後のウルトラマンにも出演するが、2日目の撮影で降板する。何かあったのかしら？スケジュールの問題と言われていたが、キャラの問題という噂もあるぜ。なるほど。撮影も大変ね。2012年に呼吸器不全のため、79歳にて永眠するんだぜ。ご冥福をお祈りいたします。次は第16話、ガラモンの逆襲、にて、流星人Qを演じた木名道夫さん。道夫さんは俳優座の出身で、ウルトラQへの起用は監督の推薦だったぜ。実力派俳優さんがまた来たわね。出演作品は少ないが、その後はウルトラマン、特撮機動捜査隊など、特撮に特化した出演が多いな。2001年には屋久島に移住していたぜ。詳しい情報はないんだが、2013年に亡くなったそうだ。いろんな作品に出演しているところも見たかったわね。残る紹介も少なくなってきたぜ。次は野村幸三さんだ。第22話の、変身、で、巨人の工事を演じたぜ。野村さんは1931年生まれ、こちらも俳優座出身だぜ。本当に俳優座の方が多いわね。ウルトラQを含む多くの特撮作品に出演。欠かせない存在となるんだぜ。ウルトラマン作品は、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマンにも出ているぜ。特撮のスペシャリストって感じね。その他にもゴジラシリーズやクレイジーキャッツの映画にも出演。しかし2010年に78歳で亡くなるぜ。俳優座の人たちにきっと意志が受け継がれていくのね。次は第25話、開けてくれ。野沢村昭吉を演じた柳谷寛さん。デビューは1935年の、坊ちゃん、にて、映画デビューを果たすぜ。どんな演技をする方なのかしら？独特の雰囲気を持ち、名脇役といったところだな。数々の作品に出演し、脇役ながらも存在感を示したぜ。作品を作る上でも、欠かせない存在よね。その後も亡くなる直前まで仕事を続け、2002年に90歳で亡くなるぜ。最後まで仕事を続けて、本当にプロとして成し遂げたのね。最後の紹介だぜ。最後も第25話の、開けてくれ。より山本秀代さん、SF 作家の友野賢治を演じたぜ。同話数から二人目ね。山本さんは東大に入学したが、政府の政治姿勢に失望。そして失恋も相まって中退。俳優座に所属するんだぜ。強烈なダブルパンチね。そしてまた俳優座の登場だわ。その後劇団四季にも所属したり、高身長からも順調に有名になるぜ。頭も良くて二枚目高身長。お芝居もできて、日の打ちどころがないわね。自身で小道具を作るなどして、役作りをして、その徹底ぶりも人気だったぜ。そんな山本さんは生涯独身を貫き、2003年77歳で永眠する。世間に残したものが多くて、立派な人だったのね。これで紹介は以上だぜ。さて、今回の紹介は以上だ。霊夢どうだった？たくさんの人が出演して、作品を支えているのね。そして昔のスターの人が今どうなったか、すごく様々で衝撃を受けるわ。そうだな。当時から活躍していた人が、今も活躍しているのを見ると、すごく応援したくなるんだぜ。役者さんの凄さが改めて理解できたわ。みんなも感想をコメントで教えてくれると嬉しいぜ。ウルトラQを懐かしめた人も、高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。